わー、皆さんこんにちは、だるま屋6代目です。今月はお客様感謝祭期間なんですが、9月30までなんであと1週間でーす。はい、店長なんか言って。あーって。はい、天心くんは来週水曜日で1歳でーす。わー、めでたいね。はい、ということで、お客様感謝祭ね、洗い張りとかね、丸洗い、シミ抜きとかが、まあ、割引料金になりますよっていう期間なんですが、そちらがね、あと残り1週間なんで、皆さん、そうだ、お手入れ出そうって思っていたんだったって方はですね、この土日に準備して送ってくださいっていうことと、前回の動画かなでお話ししたんですが、ふるさと納税の、ルールというかがちょっと変わって、今月までは1万円の寄付につき3000円の洗い張り券もらえます。で、来月からはね、1万2000円の寄付で3000円の洗い張り券になってしまうので、今年の枠がまだ余ってて、うちのね、洗い張り券申請しようって思っていた方はですね、今月中にやっていただいた方がちょっとだけお得です。はい、っていうことと、まあ、来月の、話ではありますが、10月の20日からね、2023年秋の着物と帯展で、まあ、展示会ですね、やりますので、皆さんご都合今から開けておいてください。YouTube の中では割と有名な柴田織物のね、柴田さんのところの商品をちょっと扱わせていただくって話を今進めているので、皆さんお楽しみにってことでございます。はい、ということで、お手入れのご依頼待ってまーす。なんか言え、天、言わないか。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い、シミ抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。